はい、どうも。2019年3月の23日、17時29分です。よろしくお願いします。通常枠です。まったりやりましょう。おー、ボタンさん、こんばんは。よろしく。いつもありがとね。こんばんは。お茶爆ありがとう。はい、ありがとう。KP100 個ありがとう。おはよう。クラッカーありがとう。サンキュー。ハートありがとう。こんばんは。はい、若尾ごましょうさん、いらっしゃい。滞在予定です。儀式は1回だけなんですけどね。オーガニックのタバコの葉っぱ。アイアワスカの施設ですね。
8時に起きて、シャーマンのカルメンがコーヒーっぽい色のタバコを煎じた飲み物を作ってくれました。それと別で1人5リットルの水を渡されて、少し山の中に入っていきました。もちろんお肉とか食べないで穀物野菜だけを食べてできて、体もちょっとクリーニングしてきたんですけど、完全に浄化しを食べないで穀物野菜だけを食べてできて、体やり方としては、その山の中にみんなで移動してタバコ煎じた飲み物を一気に飲みました。で、彼女が歌い始めました。で、彼女がさあお水を飲みなさいっていうところから、5リットルの水をひたすら飲む。みんなこうウェイウェイ言いながら、こう水を飲めば飲んだ分だけ吐いて、その全部飲み終わって、まあ、もちろん体の中のね不純物っていうのを出すためにこうやった儀式なんだと思うんですけど、
た瞬間、ブラックホールみたいに吸い込まれる。真っ暗になったんですよ。それはもう帰ってこれないと思って。ほんと使っちゃダメなんですけど、携帯のライト使って、トイレの電気つきました。まあ、ライトっていうのは、ういっすー。メジロ、うん、わかんないな。なんかアフリカの動画だからこれは。
目白なのかな。はい、こんにちは、ニンニ。こんばんはかな。今起きた？ハートありがとう。
ありがとう。ボボさん、風船ありがとう。はいはい、風船ありがとう。おー、久しぶり、こんばんは。ありがとう。初花火だ。けいちゃんから初花火いただきました。ありがとうございます。ありがとう。サンキュー。ありがとう。どうしたの？
い、バーガーありがとう。しばらく和道さんに来れませんでしたが、和道さんものんちゃんもお変わりないですか？お体大事です。のんちゃんとはもう別れたよ。あとは変わってない。ああ、全然いいよ、全然いいよ。謝らないで何も。別れたの知らんかったの？マジで？湯たんぽさんも知らんかったの？もう3ヶ月ぐらい前だよ。へえ、マジか。お別れしちゃったね。お疲れ。こんにちは。あはは。生活保護の動画。もう活動やらなくなっちゃったけどね、小川さんが。上位互換というか、小川さんに聞いた方が正しい情報手に入るから、俺の役割は終わったかなと思って。そういうね、世界があるっていうのをね、知らせたかったというか。なしごハッチ、なんで？孤独だね。多分普通の人からすると孤独に見えると思うな。でもね、一人が好きなの。あとリスナーさんが 毎日100人以上集まってくれるから寂しくない。でも実際のりこ以外と会わなかったかな。本当に関わってる人3人ぐらいじゃん。映像の先生の仲間たちと、男官塾の人と、アシルバーの X さんとのりこ。ほんとすごいよね。3人、1年間で3人ぐらいとしか関わらない生活ってよくよく考えると異常だよね。中央公園で物乞いなんてやってないよ、俺。嘘でしょっていうか、その情報をどっから仕入れたの？中央公園で物乞いなんかやってないよ、俺。それ俺じゃなくて石野じゃん。いや、並んだことないよ、俺。炊き出しは。だからそれ石野だよ。俺じゃないよ。石野。炊き出し並んだことないよ、中央公園の。
これは生活保護だよ。え？誰が言ってたの？それ。あ、そうなんだ。いや、噂っていうか、なんか言ったことは言ったっていうけど、なんだろうね。なんか、豚汁は腸にしみるって独り言言ってた。誰が言ってたの？ 何を言ってるの？ うん。アグリンね。でも別に炊き出し並んでもいいんじゃないの？炊き出しに対する偏見とかは俺はないけど。幸せな環境で育ったんだよ、あなたが。いや、だって俺がホームレスやってたのって、どれくらいだろう、配信始める前だもん。配信ではやってないもん。配信始めた頃もう生活保護だったから、俺は。生活保護になった後配信始めたからね。あの頃は辛かったな。っていうか、まあ生活保護なかったら死んでたんじゃないの？自殺してたんじゃないのかな？うん。楽っていうか、なんだろうな。だから、これいつも話すんだけど、布団の中に、その生活保護を受けて、布団の中で寝た時泣いたかんね。布団入って泣くことってないでしょ？多分意味がわかんないって言うと思うけど、布団があったかくて泣いたかんね。やっと寝れると思って、やっと安心して寝れるなと思って泣いたな。
だから布団で寝るっていうことが幸せなんだっていうのが、なんか体験できたっていうのは面白かったけど、まあ、それくらいひどい生活だったっていう、マジでマジで。だって満喫で2、3ヶ月生活して転々としてて、自分の空間がなかったからね。やってみればいいんだよ、一回。結構おすすめしてるよ。死にやしないじゃん、日本でホームレスやっても。段ボール引いて地面で寝てみりゃいいんだよ、一回。なんでやらないんだろうね。別に死んだりしないじゃん。一回でもやってみるとわかるよ。まあ、傍から見たらね、あいつ布団で泣いてるよ、引くわって思うんだろうけど、まあそれがリアルだよね。いや、売り線とかやったことないね。ああ、デメリットももちろんあるね。まあ、生活保護の人で抜けたい人結構多いと思うよ。俺もそうだったけど。だけど、抜けるのがすごいハードル高いんだよね、生活保護って。だから、その辺のこととかも知らない人が多いから、結構イメージが刷り込まれてるよね。生活保護抜けて普通に働きたいって言ってる人すげえいっぱいいるんだけどね。例えば、生活保護を受けなきゃいけない人って、重大な精神疾患持ってたり、まず働いてない人が多いわけですよ。で、もし仮に役所が勝手な判断で生活保護を止めてしまって、その人が亡くなったりとか死んだりしたら、役所の責任になるから。だから、働き始めて定職について3ヶ月とか経たないと抜けることってできないんだよ。安定した収入証明書っていうのを3ヶ月間出して、でそこでやっと初めて抜けたいっていうことを許可を申請をして初めて抜けるから、3、4ヶ月かかるよ。俺は1ヶ月ぐらいで抜けたけど、申請して無理って配信でやっていきたいからって言って、そう無理やり止めてもらったけど、だから一筆書いたもんね、その自己責任ですよみたいなこと。だから普通は2、3、3、4ヶ月だろうな、経過は。まあ働き始めて3、4ヶ月だろうね。まあまあ、それが普通だと思うけど、当然だと思うけどね。ハードル高いね。でも結局、低賃金のところに勤めるしかないんだよな。あと、障害持ってる人も結構多いからね。働きたくない人は天国ではないよ。まあ、さっきも言ったんだけど、東京、まあ、住んでるエリアによって違うんだけど、まあ、例えば、ここ家賃6万円なのね。6万円。で、まあ、電気代と水道代と光熱費いくらで計算する？電気、水道、ガスいくらにする？電気、水道、ガス。みんなの感覚で言って。一人暮らし。電気、水道、ガスいくら？1万5千円にする？多数。あと、何がかかる？あとは何が必要？まあ、こっからまあ引こうか。13万5千円ぐらいもらえんの。6万円残るでしょ？で、食費1食500円。
500円かける2食かける30だから、まあ3万円でしょ。で、残りの3万円でね、生活していくわけだから、天国かな。俺1日その時1食500円だったから、天国か。で、ここにインターネット代とかでしょ、多分。ネット代とか。欲しいものを買える？天国だと思う？俺は別に思わなかったけど。なんか必要最低限のお金って感じだったけど。なんだろう。特になんか天国だと思わなくて、ありがたいなっていう制度だとは思ったけど、別に天国だとは思わなかったかな。いや、バイトしてたら18万ぐらいになるからね。だからそっから服とか、だからこの部屋段ボール敷いて寝てたからね。本当に。布団とかも買わないといけない。ね、いろんな生活するには必要なものっていっぱいあるから。働けるのに働かないといけないのは不正受給じゃないよ。だからそこも誤解があるの、K さん。K さん、生活保護の当事者じゃん。それでも働けるのに働かないイコール不正受給だって思ってるじゃん。それは間違い。生活保護っていうのはそもそも働ける人と働けない人の区分がないの。そういう制度じゃない、そもそも。それも大きな誤解だよね。マスコミがミスリードしてるものだよね。そもそも生活保護ってそういう制度じゃないんですよ。働けるか働けないかは別なの。障害者年金もらいながらの差額をいただける感じだから、夏場は月3000円、冬場は1万6000円。あ、準備してくれるよ。準備してくれるよ。でも全部の家電とかは無理だよ。冷蔵庫だなんだっていう。ある程度の額を出してくれて、その中でやりくりしてくださいっていう。家事水遁代が4万8000円だっけ？なんだっけ？家事水遁代だっけな。俺もあんま覚えてないけどね。まあ、それが天国に感じるか地獄に感じるかは感覚の問題だから、俺は分かんないかな、そこについては。まあ働きたいっていう人は多いよね、実際。だから安く、インターネットってほら6000円で使い放題の契約じゃん。だからネット依存しちゃうんだよね。朝から晩までネット見ちゃうんだよ。だから生活保護の人多いよね、ネットは。時間は無限にあるから。家電に関しては一般生活、昔はね、パソコンはダメだったの、スマホもダメだったの。普及率が7割だか8割超えてると持っていいことになるんだよね。要は日本人の7割8割にシェアされてるかどうか。だから昔だったらパソコンとかってさ、3割ぐらいしか普及してなかったから、贅沢品として見なされて没収されるんだけど、売れって言われるんだけど、今パソコン普及してるから、
今は大丈夫だね。パソコン持ってていいよっていうのは普通だね。DVD デッキも別に普通だよ。注意されないはずだよ。売りなさいなんて言われない。だから勝手に思い込んじゃうんだよね。勝手にネットで調べて。ケースワーカーが分かってないケースも結構あるからな。生活保護で金持ってそうな人、俺は見たことがないかな。生活保護の人の家に何人もお邪魔したことあるし、何人も見てきたけど、生活保護で金持ってそうだなっていう人は一人もいないかな。基準は国の法律に定められてるわけだから、基本的には変わらないはず。ただ、自治体によってなんか癖みたいなのがついちゃって、例えば、その大阪だったら生活保護が甘かったりとかあるじゃん。そういうふうになんか変な慣習がついちゃってるところはあるね。北海道とかだと。あるかもしんない。要は、国の法律を役所が守ってないケースはあると思う。まあ、それは不正受給だね、完全に。収入源を持っていたりするして、収入源を持ってることは別にいいことなの。そこは不正受給じゃないの。で、所得があるのに所得を隠して申告をしなかったら不正受給。これはもう、逮捕。だからそれはもう完全アウトだね。刑法で引っかかるから。水商売でバイトしてて生活保護をもらってるのに、所得を隠してた場合っていうのは二重取りしてることになるから、本当は返還すればいいのね、お金っていうのを。で、働いた分っていうのは働いた分でプラスされるんだよ。もらえる金額、例えば民主党の時は2万円多かったね。で、自民党は生活保護に対しては厳しい。だから自民党はどんどん下げてるね。生活保護。要は人に金をばらまくのか、道路公団とか、公共事業にばらまくのかって。だから民主党の時は、すごい、いろんな手当、母子手当とか手厚かったりするじゃん。要は人に直接給付するっていう政策を取ったから。いや、人にばらまこうっていう、企業にばらまくんじゃなくて、土建屋にばらまくんじゃなくてっていう。まあ、どんどん下がってるね。まあ、それはね、政治に参加するっていうことはそういうことだから。どの党の支持を考え方。引かれないっていうのも、本当はニュアンスが違うのね。1万5000円までの収入だったら申告さえしたら返還をしなくていいんだけど、合ってるんだけど、そこも申告をしなかったら不正受給。要は1万5000円もらってるのに、1万5000円入りましたよって入ったら、そのお金っていうのは返還しなくていいから、あなたが自由に使ってくださいって言われるの。だけど、もし1万5000円の収入があるのに、役所に1万5000円の収入を隠してたらアウト。そういう、それが厳密かな。もし1万円でも100円でも500円でも収入があるのに隠してたら不正受給。だから生活保護を受けてる人は収入申告書っていうのを毎月書く義務があるから。生活保護、いや、リスナー全体に多い。なんでかっていうと、配信ってさ、自由な時間がないと見れないんだよ。だから、主婦の人とか、
大金持ち、株とか FX とかで内勤、要は部屋の中でパソコンに張り付いてる人、あとは内勤で技術者だよね。家で在宅ワークでとか、自分のお店持っててラジオ代わりに聞ける環境がある人、もしくは生活保護だよね。長い時間を使うから。だから普通に働いてる人は無理じゃん。1時間2時間ラジオ代わりに聞くっていうことは不可能だから。だから配信っていうものがその生活保護と結びついちゃってるよね。時間が多くないと楽しめないツールなんだよ。だから普通の人は YouTube 見るよね。5分10分空いてる時に見るっていう。いやいや、もう考えてもしょうがない。落ちた結果だけを受け入れるしかないよ。理由考えても意味ないから。僕に障害があったから落とされたんだっていうのは事実関係わかんないじゃん。いや、学歴なのか適性なのか年齢なのか。落ちたか受かっただけで考えた方がいいよ。あと、障害者雇用っていうのもあるから、障害者雇用で検索するといいかもしれないよ。ハローワークに行って障害者雇用について教えてくださいって言ったら教えてくれるから。わかんない 俺政治家じゃないからわかんないよ。わかんない。考えたこともないし。どうなんだろうね。俺だって障害者手帳持ってないもん。働けないよ。北海道限定だね。冬季手当が手厚いのは。いや、取締役の給料払ってなかったら親父の会社不正してるわけだからちゃんと訴えた方がいいと思うよ。生活保護でお金を貯めるのはね、決まった額があったはずだね。30万までだか50万までだか忘れたけど、20万までだか、ある程度まではでもね、貯金なんかできないよ。13万で東京で、地方だともっと安いんだよ。11万とかなの。できるわけねえじゃんっていう。多分北海道って1人11万とかでしょ？下手したら10万ちょいでしょ？無理だよ。はい、ワドツ。給料出てることになって受け取ってないんだったらダメでしょ、それ。それは親父に訴えた方がいいと思うよ。それ裁判を起こしたら丸々もらえるからね。いや、障害者手帳を持ってないと障害者雇用はされないよ。身体障害者なのか、精神障害者なのか、知的障害者なのか、手帳がないと障害者雇用はもちろんされない。
はい、ボーンいらっしゃい。楽かもしんないよね。会社からすると障害者であることを前提に雇用してるわけだから、働きやすいかもよ。あ、精神障害者の部類になるのか。募集っていうわけじゃなくて、まずね、働くことは悪いことじゃないっていうことを覚えて、まず。だって、そりゃそうじゃん。働いたら税金払ったりとか、社会に還元するんだから、悪いことではないじゃん。だから、生活保護イコール働いたらダメっていうのはまず間違い。誰でも働いてもいいし、働かなくてもいい権利があるのね。自由権っていうのがある。ただ、不正になる場合っていうのは、働いてても働かなくても遺産相続でも何でもいいんだけど、収入が入った場合っていうのは、国に報告する義務があるの。で、それは簡単で、例えば、毎月100万もらってる人が生活保護の対象になるわけじゃがないじゃん。だけど、生活保護もらってるんだけど、親が死んで、親から1億円の遺産が入ることとかあるでしょ。だその場合は1億円入りましたって報告をするの。その時に、その役所が法律にのっとって、じゃあ今までの、1億円もらったから生活保護抜けてくださいねっていうのか、まあ、20万円入ったら、じゃあその20万円っていうのが3ヶ月入ってくる保証が経ったんなら3ヶ月後に抜けてくださいねとか、あとお小遣いアルバイトを始めて5万円入ったら、じゃあ今13万円保証してるから5万円を1回役所に返すの、5万円を返すので、働いてる手当がプラスで入るの。これが正しい認識。働いた分のお金っていうのは生活保護を受けてる場合全部一回返すのね。で、働いてる手当がさらにつくの。その額っていうのが1万5千の。だから1万5千入りました。報告をしました。で、1万5千を役所に返還して1万5千の手当もらう。ただこの手続きを省略するために書類を出した段階でそのお金は持っといていいですよって言われるの。OK？ A 型 B 型あるね。ああ、それはだからカブさんが恵まれてるんじゃないの？例えば、そのカブさんが裕福な家庭に生まれたからそう考えてるわけであって、仮になんだけど、カブさんが生活保護の家庭に生まれたらどう思う？だから幸せな家庭に生まれたんでしょ。夫婦で妻が看護師をしていて子供が4人いるんですが、生活保護をもらえるのはどうしてですか？っていうケースがあると。ほうほう。生活保護っていうのは一人一人に渡すんじゃないのね。世帯で渡すものなんですよ。さくみちゃん、OK。扶養義務っていうのがあって、世帯主が、世帯にいる人を扶養するっていう、扶養義務とか聞いたことあるでしょ。で、家庭に対して渡すの。で、例えば、生活保護の金額だと、旦那さん、奥さん、子供2人いる場合っていうのは4人の生活でしょ。で、生活保護の金額だと、家賃がね、6万、東京だと6万8000円の、7万かける3、8万か。7万か8万かける3。あ、じゃあ4か。28万円ぐらいもらえるんですよ。28万円、要は4人家族で28万円以下の収入の人は、東京の場合ね、全員がもらえます、生活保護。OK、さくみちゃん。言ってる意味がわかるかな？ 分かんなかったら図を書くよ。だから、そもそもなんだけど、国が定めた基準以下の人は全員生活保護もらえるの。本来は。
1ヶ月伝わったら大丈夫、さくみちゃん。だそれは不正受給ではないです。むしろ、28万円、要は多分看護師さんが22万円ぐらいしか稼いでない。だからその人は偉くて、生活保護の分6万円もらってるだけなの。22万全部返還してるから。だから普通の生活保護よりも偉い人なのに、こういう働いてる生活保護の人が叩かれちゃったりするでしょ。あの人ちゃんと働いてるのに生活保護でずるいって。ずるくない、実はその人が正しく使ってるだけ、制度を運用。不正受給でも何でもない、それは。でももし仮に27万円を国からもらっていて、看護師さんで働いてる22万だか20万だかを自分の懐に入れたら40万の生活ができちゃう。これは完全な不正受給。眼科なんとかのオペした人もいるんですけど、生活保護だと入院も食事も無料ですか？食事は無料ではないですね。入院は無料だろうね。カブさんさ、経営者だったり高額納税者とかじゃないんだよ。カブさん。違う。世の中にはいろんな、生まれながらにいろんな境遇の人っているわけじゃん。わかる？だから、そもそもじゃあ国家なんていらないじゃんっていうことを言ってることになるんだよ。カブさん。だったら税金なんて払わないで自分勝手に自分たちがやってくわっていう考え方になってるでしょ。それだったら国家に属するって、国家とは何なのか論になってくるんだよ。ふわっちの収入もちろん申告です。はい。申告対象。収入は全部申告。だからそもそも生活保護っていう制度自体を理解してる人が少ない。制度を理解してない人が多いね。そもそもなんだけど、国家が国民に対して働くか働かないかっていうことは自由権の侵害になるからダメなの。働いてる分を差額をいただく感じ。医療費、入院費は無料だけど全部ではないですね。いや、基本的には医療費、入院費は全部無料なはずだよ。基本的には。むしろだから、さくみちゃんが言った看護師さんの事例は偉い人だね。生活保護の中でもズルをしてるケースじゃなくて、生活保護の中でもちゃんと、なんつうの、むしろ負担されてる部分、普通の人よりも少ない人。むしろちゃんと国、税金っていうか国に負担を減らしてる人なの。例えばね、そのズルはズルズルはダメっていうのもすごく問題があって、ねっこさんの指摘があるように、生活保護ってすっごい数が増えてるの。まあそれは知ってると思うんだけど、爆発的に増えてるの。で、抜けてる人の率っていうのは、翌年 10% ぐらいしかいないんだよね。あと、生活保護が増えてる原因っていうのは景気が悪くなったからなんだよ。雇用対策に失敗した率と上がってるんだよ。だから一概に自分の生活が苦しいのにこの人ずるいっていうわけじゃなくて、ちゃんと制度を知らないとダメなんだよね。そもそもなんだけど、普通に働いてる人が普通に生活できてないことの方が俺はおかしいと思ってる。骨はないかな。生活保護受けやすい、受けにくいっていうのはね、でもね、それも役所がダメなところなんだけど、弁護士とか行政書士とかね、宗教の団体とか連れて行ったり、共産党員連れて行くとすぐ通すの。っていうのは現実的にある。これはダメなことだよね。本当はみんな平等に受けたり、受けれん、平等じゃないといけないのにね。現実あるよ。骨っていうか、なんつうの、権力に屈してる部分、行政側が。っていうか、むしろ逆で、市役所に勤めてる人は給料をもらってるわけだから、こういう話を役所がしないといけないと俺は思ってるの。国民の税金を使って困ってる人を助けるための制度だから、CM を作ったり、ビラを配ったりとか、ね、ネットカフェとかに一人一人訪問して、生活保護受けませんかって。ホームレスの人に声かけて生活保護受けませんかっていうために給料払ってるんだから、なんで民間の俺が無料でこれやってんだよっていう、ね、そう思わない？そのためにみんなだって生活保護の市役所員に給料払ってるわけでしょ。ちゃんと正しいことをちゃんと教えてくれるために。そう、水際作戦で追い返すのが仕事になっちゃってるから、
違うよって、憲法通りに動くのが公務員の務めでしょ。そもそもだから憲法とかを知らないといけないんだよ。その辺の話する？つまらなくない？大丈夫？そもそも論、じゃあ入るか。そもそも論。受給者は恥で生きるべきじゃないよ。だったら税金払う、そもそもだから法治国家が理解できてないんだよ、カブさんは。法治国家を理解しないと。そもそもなんだけど、立憲主義、っていうか、生活保護の動画見たらわかるよ。ちょっと待って。全部書いてあるから。今説明するね。ちょっと待ってね。ちょっと待ってて。ここに俺のページ、俺の YouTube リンク貼ってあるじゃん、プロフィールページ。そこにこの動画があるから、3分でわかる生活保護って。これ見たらいいよ。生活保護わかんない人は。ここに全部書いてあるから。ここにもう全部書いてある。生活保護は日本国民であれば、どんな全部文字とかも読んでね。人でも受けることができます。働ける人も健康な人も若い人も住所がない人も親がいる方も生活保護を受けることができます。憲法を守らなければいけないのは我々国民ではなく国家です。日本国憲法第99条をご覧ください。憲法とは国家が守らないといけない国民との約束です。生活保護は日本国憲法第25条生存権に基づいた制度です。ここに記載されている通り、国家は私たちを健康で文化的な最低限の生活を保障しなければいけないのです。私たちは日本に生まれた時から税金を払っています。買い物をした時には消費税、車を運転すればガソリン税、働いた時には所得税、タバコを買えばタバコ税、お酒を買った時には酒税。税金は強制的に納税しますが、生活保護は申請しなければ受け取ることができません。生活保護を受けることは決して悪いことではありません。甘えでも何でもありません。道路や橋、ここだよ。図書館や道路とか橋とか図書館とか年金をもらうの後ろめたいとか思ったことないでしょ？みんなある？道路渡ってて私非国民だとか思ったことある？図書館利用して図書館に通うことは悪いことだとか、年金もらうこと悪い、公共のサービスなんだって。学校、年金にもでしたくょ？さん言われてみればそうでしょ。甘えでも何でもありません。生活保護だけおかしいんだよ。道路や橋、図書館や学校、年金にもたくさんの税金が使われています。これらと同じように生活保護を受け取ることは恥ずかしいことではありません。メディアやマスコミが発表するネガティブなイメージに騙されないでください。私は行政書士の小川雄貴です。市役所で21年、ケースワーカーを11年していました。現在は生活保護の正しい知識を伝えるために YouTube で活動しています。僕はワドです。過去に4年間生活保護を受給していました。ホームレスになり、ネットカフェや公園で生活をしていました。現在はネットでの活動で生計を立てています。家賃が払えていますか？仕事はありますか？カードローンの返済に困っていませんか？一人で悩んでいませんか？生活保護でお困りの方は、この動画のコメント欄にぜひご相談ください。僕と小川さんで生活保護の詳しい説明を動画にしています。チャンネル登録をしていただけると、新しい動画をすぐに
受け取ることができます。一人で悩まずにコメント欄でご相談ください。生活に困っている方は生活保護を活用しましょう。まあまあこういう内容のあの動画をやってるんで、まあ全部書いてあったでしょ。生存権なのなんなの、うん、何これ。これはだからその生活保護をちゃんと受け取るべき人に受け取ってもらおうっていう活動をずっとやってたの。俺は今はもうやってないけど、国民全員別に働かなくても働いてもいいんだよ。国民全員自由だよ。だって自由権尊重されないとダメでしょ。先進国なんだから。そうなったらどうしますかじゃなくて、そういう風な制度設計でこの世の中が回ってんのが民主主義なんだって。だからカブさんが言ってるのは民主主義を理解してない。だからカブさんが言ってるのは北朝鮮みたいな国家がじゃあいいのって、共産主義中国みたいな国家がいいのっていう話になったらまたそれは別の話だよ。移民はあの生活保護は受け取れない。うん、そう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 。だから社会主義に向いてるんだよ。誰も働かなかったらお金はどっから来るんですか。和道さん勉強してる語ってるのに朝知恵がちゃちゃ入れるな。いやいいんだよ別にちゃちゃ入れても。で誰も働かなかったらってどうやって生活するの。じゃあどうやってご飯食べるの、どうやって家賃払うのよ。だから自由権を理解してないんだよカブさんは。自由権、自由権が分かんないでしょ。だから自由権で検索しなよ。いくよ。自由権とはそもそも憲法、立憲主義とは何なのかね。自由権で検索するよ。 OK。 自由権とはウィキペディア見ようか。自由権は基本的人権の分類の一つであり、国家から制約も強制もされず、自由に物事を考え自由に行動できる権利のことを言うと。自由とは自己のあり方を自己の責任において決し得るという、自己決定に委ねられるものには何か、何をなすかについてだけでなく、あらゆる行為になすかについて決まりがあるみたいなね。まあ大体わかるでしょ自由権で。日本国憲法、ほら、日本国憲法第18条、19条、20条、21条、22条。日本国憲法のこんだけの数が自由権についての記載があるのよ。わかる？あ、今見えてないのか。ここ全部自由権についての記載の。だからそれって日本の憲法に対する否定をしてるわけよ、カブさんが今言ってることっていうのは。で俺は憲法を作った人間ではないから、それはあの投票をするなり政治家に促すなりをしないとダメだよ。貧困ビジネスっていうのはまた別かな、うん、俺はだって生ポから生活、この活動をやったところで収入を得てないわけだから。そうそう、マクロのマクロ視点、うん、だから叩きゃいいってもんじゃなくて制度設計の問題なんだって。あとじゃあ例えばもう一個言いたいことがあるんだけど、うん、みんなが知らない話ね、普通の主婦とかが知らない話で、生活保護が国家予算が国家予算のうちいくら使われてる話っていうのを俺はよくするんだけど、これを見てほしいのね。国家予算みんないくらだか分かる人かける。皆さんに質問です。日本の国家予算っていくらですか。はい、国
家予算いくらですか。はい、国家予算いくらでしょう。60兆じゃないです。ホークさん正解。はい、わかる人書いて。国家予算ググってもいいよ全然。答えられる人いる？国家予算調べてください。100兆、まあ約100兆にしましょうか。約100兆、 OK で、生活保護に使われてる金額っていくらか知ってますか。生活保護に使われてる金額、これ俺が答えるか2兆円ですね。50分の1だね。で、皆さん年金いくら使われてるか知ってます？なんで年金は叩かないんだろうね。なんで年金叩かないの。みんな生活保護の5倍年金にばらまいてんだよ。なんでこっち側叩かないの。なんでマスコミ言わないの。こっちの方が問題だよ。なんでこっち側は問題意識があるのにこっち側叩かないの。なんでカブさん、なんで。うん、これ足りない分だからね。みんなが払ってる税金のね、みんなが払ってる税金足りない分ばらまいてんだよ。でもこっちの人は叩かれるの。俺は50分の1が生活に困ってる人が生活するためのお金で使われてるっていい国家だと思うよ。うん、違う違う、足りない分、足りない分をばらまいてんの。だってさ、さっき言ったじゃん、動画の中にさ書いてあったけど、生まれた時から車に乗ったらガソリン税払って、住んでるだけで住民税払って、タバコ吸ったらタバコ税入って、買い物したら消費税払って、みんなずっと生まれた時から強制的に払ってるじゃん。で、働けなくなった時にさ生活保護してくれるの当たり前じゃん。年金足りない部分10兆円払ってて、なんでこっち側文句言わないんだろうっていうのが不思議なのよ。え、じゃあなんでこっち側叩くの、カブさん。なんで生活保護は OK で、ね、論理破綻してない？論理破綻してるじゃん。年金足りない分を払ってるんだよ、もうすでに。言ってる意味わかる？年金を払ってて、その部分の運用してる金をばらまく分には俺は全然構わないと思うよ、年金制度が。
積み立て式にするのか、もしくは財源が確保できた部分でばらまくのであれば、俺は全然構わないと思うよ。だけど足りてない部分を税金で投入してるわけでしょ。間違ってるでしょ完全に。だからこれをマスコミとかは言わないんだって。うん、そう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 。だけどなんでそういうことをやってるのかっていうと、年寄りの方が多いから、政治家が票取りたいから、なんかばらまいてんだよ簡単に言ったら。ポンチーさんね、不正受給の件数って生活保護を受けてる人の何分の1あるかって知ってる？データ俺見たことあるけど、2000件に1件とかだよ。普通の犯罪より異常に低いんだって。だから不正受給なんかそもそも普通に起こる犯罪とかよりも少ないの。いやだから俺は年金と生活保護一元化すればいいと思ってんの。年金っていう制度をなくして、食えない人は生活保護だから、ベーシックインカムだよね。まさに生活保護ってベーシックインカムだから、年金っていう制度を撤廃しちゃって、食えない人は生活保護にすればいいんだよ。だってベーシックインカムでしょ、生活保護って名前って。日本でベーシックインカムあるんだよ実は。そうそうそう、だから結局そこなんだよ、マスコミが操作してる部分っていうのは。だからポンチーさんすっげえいいとこに着眼してんの。働いてる人が損をしてる社会なの今。そもそもなんだけど、チョコマルさんね、外国人に生活保護を渡すこと自体が違法なの、違憲なの。要は日本人を守るための制度なのね。でなんで外国人が生活保護を受けてるかっていう問題とかも俺詳しく取材したんだけど、小川さんに聞いたんだけど、あれは日本人が外人と結婚したケースなの、ほとんどが。そうっていう事実を知らないで外国人が勝手に日本に来て勝手に渡してると思ってるじゃん。違うんだよ。そう、日本人と結婚した外国人のケースの。そうだから、正しいデータを正しく知ってその上で議論するならいいんだけど、感情論で叩いてるじゃん。じゃあ年金に同じ税金が投入されてて、なんでそこに疑問を持たないのっていう。そう、外国人が日本人と結婚したケースね。で生活保護を受けるっていうケース。だから外国人がこっちに来て生活保護を受けるっていうことはほぼ不可能だから。そう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 、いやいや全く違いますよ。あの俺ちゃんと勉強して言ってるから、いきますよ。ベーシックインカム日本語にしますよ。ベーシックインカムとは最低限の所得保障の一種なの。 OK？最低限の所得保障の一種ね。で生活保護とは日本の生活保護ね。ちょっと待って、生活保護、経済的に困窮する国民に対して国や自治体が健康で分化的な最低限の生活を保障する制度である。一緒なんだよ。だからね、騙されたらダメで、生活保護の方が最強のベーシックインカムがあるんだよ。いやググりもしないで言ってるから言ってんだよ。ちゃんと調べて言ってるよ。でケースワーカーとタッグ組んで番組やってたわけだから、それはさすがに勘弁してよ。全く別物ではないよ。だからリベラルの人が推奨してるんだって。だから簡単に言うと、年寄りと障害者とかを殺す制度なの本来は。
だからリベラル、ネオリベラルの人とか、リベラル系の人が言ってるでしょ。だから簡単に言うと死んでくれっていうことなのよ。障害者とか、高額医療負担をしてる人とか。まあ、それを話さないとまずいでしょうとは思うよ。まあ、金持ちには優しくないね。うん。それは事実だね。弱者にはいい国だね。でもそれって、だから俺の批判じゃなくてさ、日本の批判じゃん。だからそれを俺に言われてもっていうのはあるよね。そう、日本が気に入らないっていうのを俺に言われても、俺総理大臣じゃねえからっていう、政治家でもねえからって。それは自民党に言ってくれよって思うけど、もしくはまあ外国籍を取るかとかすればいいのにと思うけど、俺はただ搾取されるだけじゃなくて制度を知って賢く生きるべきだと思ってる。え、何をやめた方がいいの、みけちゃん。何をやめた方がいいの。だって困ってる人が救われたらよくない？同じ日本人で困ってる人が食えるんだったらよくない？俺はそう思うけどな。金持ってる年寄りに金をさらにばらまいて、格差がどんどん進んで、若い人たちが子供を産めなくなって、年金のバランスが破綻していて、そんなことやってる国家よりも貧しい人たちが、ああ、達也さんありがとうございます、ういっすいっす、貧しい人たちが普通にこう救われる社会の方が俺はいいと思うけどね。破綻しませんか。いや逆でしょ、今の世界が破綻してるっていうことを俺は言ってるんだけど、政治家たちが自分の権利、要は政治家として食っていくために年寄りたちにはお金をばらまきますよ、あの若い人にツケを払わせますよ全部その私利私欲のためじゃん。で、日本人でお年寄りがほとんどお金を持ってる、だけどお金をばらまく、貧しい人は叩く、おかしくない？うん、俺はそう思うけどな。もらう人が大量に出てきたらっていうのは、生活保護をもらった方が得だっていう判断をしてる。だから俺はいつも言ってるのが、生活保護が増えてるのは最低賃金が低いからだっていうことを言ってるね。最低賃金、東京とかだったら時給1500円ぐらい、地方だったら1250円ぐらい。要は働いた方が普通に得をする社会っていうのを作った方が生活保護の割合は減るとは思ってる。だから生活保護が増えてるっていうのは、要は最低限の生活ができてない人が国民に増えてるっていうのが本来イコールの問題なのに、そこをないがしろにして、要は低所得者が生活保護を叩くっていう構図になっちゃってるのね。本来戦わないといけないところは、低所得者の人は給料を上げる運動をしないといけないと思うんだよね。俺はそう思うかな。まあ労働運動であったりとか、労働組合とか春闘とか、うん、まあ安く済むだろうけど、この国の憲法はそういうふうには作られてないっていう。まあね、まあね、要はあのルーペさんが言ってるのっていうのは、敗戦国になった時にウォーギルトインフォメーションプログラムっていう、その GHQ が発動したっていう、そういう話でしょ。いや、まさにそこからつながってくるんだけど、結局ね、日本人の気質がね、あの社会主義的な発想だから、もともと日本って社会主義だったの、完成されたいい意味での社会主義だったんだけど、要は西洋の文化取り入れちゃってぐちゃぐちゃになってるんだよね。
てつさん、コンデリコインありがとう。まあまあまあ、こんなところで話してもしょうがない話なんだけど、俺はただ一つよ、俺の思いはただ一つで、あのホームレスとかにならなくていいよ、自殺しなくていいよってだけ、うん、自殺したりとか苦しんだりしなくていいよって、制度をうまく使ってあの働けるようになったら働きなっていうのが俺の考え方だね。だから攻撃する対象を間違えてると思うよね、うん、お、KP ありがとう。はい、こんばんは。はい、こんばんは。スーパークリークさんいらっしゃい。だから結局愛国心、愛国教育がなくなって、結局土着信仰がなくなって、要は国家に対するその愛国本来の意味での愛国心を失って、資本主義をゴリゴリやるとこうなるんだって。要は俺らが税金高く払ってずるいっていうでしょ。だから国家の仕組み、制度設計の仕組みがもうぐちゃぐちゃになってるんだよ。要は金持ってるやつが偉い、金持ってるやつが強い、弱者なんか自己責任だっていう。トマ・ピケティを読んでほしいね。トマ・ピケティ、あとマイケル・サンデルね。でも不思議、悲しいよね、トマ・ピケティとマイケル・サンデルを読むやつっていうのは頭も良くて高収入なやつが読むんだよね。本当に俺ね、トマ・ピケティとねマイケル・サンデルの構造って、あれ貧乏人とかさ、そのなんつうの、無教養な人ほど読むべきなのに皮肉だよね。金持ちたちが、ああ社会って残酷だなって言って読むんだよ。皮肉だよ本当に。弱い者が弱い者を叩くっていう構図だよな。弱い者がさらに弱い者を叩くっていう。悲しいね。トマ・ピケティ、トマ・ピケティのリキャピタルっていう本ね。マイケル・サンデルは、ハーバード白熱教室、これから正義の話をしようかな。マイケル・サンデル、上は安泰だよ。だからあれだよ、成功してるんだよ、システムが出来上がってるんだよ。まあいいんじゃない、困んの本人だから。
でもリープキャピタルのは概要だけ分かってればいいかもしれないね。トマピケティの方は概要だけ分かってればいいと思うよ。データを見せられてもね、裏付けだから。日本はまあ30年40年このまんまだろうね。一回年寄りが全滅しないと無理だと思うよ。わからないの、カブさん。労働階級がいなくなるんだよ。日本がこれからどんな社会が始まってるかって言ったらもうやばいよ。それが普通の感覚なんだよ。生活保護もらってる人が羨ましいと思わないのが普通の感覚なんだよ。まあ無理だね。だからまあ資本主義向いてないっていうのはそこに尽きるんだね。全然マイケル・サンデルとトマ・ピケティ。トマ・ピケティは基本的には富の分配率の問題で、労働する収益ってあるでしょ、テツさん。労働要は給料のことだね。給料よりも資本家が、資本要は投資とかお金がお金を生み出す方、不動産とか株とか FX とかこっちの方がでかいっていう話をしてるだけ。それを過去200年の先進国のデータ洗いざらい全部出して、でもう要はこういうもんだっていう。要は昔は民主主義っていうのは働けば働くほど格差はなくなると思ってたのっていうのが自由経済の基礎概念だったの。だけど実はそれは破綻していたっていうことを証明したの、要は統計を取って。だから簡単に言うと、ピケティが言いたいことは働けば働くほど、富の格差が広がっていくよっていうこと。だからこの資本家って呼ばれてるお金持ちからお金を、税金を取ってこっち側にばらまかない限り、要は政策としてそれをやらないと再分配が行われないっていうことを説いた人。横文字並べてそれを日本語でどうやって説明するんだよ。横文字ダメなの。だからその再分配が生活保護だっていうのが俺の意見ね。まあだからみんな同じ給料っていうのは社会主義だからね、共産主義とかそういう政策だからね。いいね、ありがとう。スーパークリックさんいつもありがとう。キーピーありがとう。俺不思議なんだけどさ、俺すげえ不思議なこと言っていい？今度、今まではさ、説明をしてたわけじゃん。国家、この国っていうのはこういう制度だよとかさ、資本主義とかさ、俺の考えじゃないじゃん。この国がそうなってるっていう話をみんな俺に文句言うの。で、俺の意見って入ってないじゃん。ここがまず疑問なんだけど、なんかその、俺に反論しても国家変わらないし、自分たちがその正しいと思う政策の人に行けばいいじゃんって思うんだよね。思わない？ここでいくら文句垂れてもあなたたちが不快になるだけだし、俺の意見って全然言ってないの。その年金が5倍払われてるとか、生活保護ってこういう制度だよって、誰かが作ったルールを俺が説明してるだけであって、それに文句があるなら自民党かなんかに言ってくれよって思うんだけど。
だし、この放送を楽しくないはずなのに、なんなんだろうね。なんで俺に文句言うんだろうっていう。びっくりするよね。別に反省なんかしないよ。悪いことなんかしてないんだから。で、なんなんだろうね。うん、俺は別に知ってることとか考えてることとか全然話すけど、基本的にそれが気に食わないって言われたところで、話が平行線になるだけだからさ、もったいないと思うんだよね。だったらなんか自分の考えと波長が合う人とか、そういうイノベーターとかと、にはホリエモンとかひろゆきさんとこのとこ行って、ベーシックインカム推進の運動とかすればいいのにっていう。だってベーシックインカムって貧乏人死ぬからね。インフレが起こった時、インフレ気味になった時にどうすんのって、どうやって対応すんのとかさ、質問しても答えてくんないんだよね、この論者たちは。ベーシックインカム最高って言ってるけどさ、今生活保護を受けてる人がね、収入半分になるんだぜ。少子高齢化ひどいよ。だって来年になったら日本に住んでる女性の半分は50歳以上になるわけじゃん。いや、子供産めない人が、国の半分が子供産めない女性になるわけだからね。はい、こんばんは。うん、すごいよね。あ、いいよ。今まで払ったタバコ税と酒税とガソリン税と消費税とか全部返してくれんなら俺返還するよ。実業とかやんないよ、慎吾さん。やんないよ。向いてないよ、俺。やだよ。俺、遊び人だから。俺、社会のせいになんかしてないよ。俺の話一切してない。和道さんの年貢を計算しよう。どれくらいかな。ほとんどサラリーマンとかバイトとかやってないから、どうなんだろうね。200万ぐらいは年間稼いでるだろ？で、そのうちの消費税払ってるだろっていう。あと、どれくらいなんだろうね。税金今まで払ってた部分ね。どうなんだろう。年貢、どれくらい納めたんだろうね。どうなんだろうな。どうなんだろうね。うん。あんまり金儲け、あんまり好きじゃないっつうか、向いてないんすよね。楽しかったらそれでいいっすね、僕は。なんか、お金が増えたりすることにあんまりロマン感じなくて、欲しいものが買えりゃいいかなっていう感じですかね。どうなんだろう。
酒税や消費税返せじゃなくて、生活保護をもらった部分全部国に返せって言うんだったら、税金で徴収された部分返してくれたらいいよって言ったんだよ俺。何、道路で公園使用料なんかないけど、バカなのかな。ミケちゃんは何、あの国の天皇かなんかな。ずいぶんあの上から目線だけど、俺生活保護じゃないよ、天皇陛下かなんかですか。うん、なんかあなたの国なの、なんかあなたの所有物なの。天皇なの、なんか日本国の王様かなんかなのかな。フリーライダーわかんない、なんかさっきからどこ目線で何を話してるのかよくわかんないんだけど、民主主義を理解してないんじゃないのかな。ただで使っていいものですよっていうのが公的なサービスなの、パブリックっていうことなの。だから公共事業もわかんないんでしょ、ミケちゃん。いや、ミケちゃん電話で話す？いいよ、トツかけてきても。電話で話す？ミケちゃん。もうコメントだとラチが開かないから電話で10分話そうよ。どうよ。聞くって。ミケちゃんがどうするべきなのかっていう国家論を、俺も自分の考えを話すよ。ねえ、聞いてみたくない？みんな、ミケちゃんと俺の国家論。いや、だからカブさんでもいいよ、話す？カブさんかミケちゃん、俺に言いたいことあるわけじゃん。だからどうすべきっていう国家論っていうテーマに、いいよ話すよ全然俺。ね、全然話すよ。聞きたいよね、バカありがとう。聞きたいよね。どうですかカブさん、ミケちゃんさん。ねえ、バカだとか頭悪いとか散々言われてるわけだから、全然話すよ俺。黙っちゃったよ。黙っちゃったね。毎回これだからな。いや、だからバカだとか頭が悪いって言葉で片付けるんだったらちゃんとディベートすりゃいいじゃんって、なんでディベートできないんだよっていう、うん、別に俺自分の尖った意見なんか言ってねえぞ、うん、いや、だから都合がいいって言うんなら、だから電話で話しませんかって言ってんのミケちゃん。ミケちゃん、だから結局ね、あの論理破綻してることに気づいてないわけでしょ自分で。だから話しようよ。聞いてあげるよ。俺がなぜベーシックインカム、要は生活保護はベーシックインカムとしての機能があるかっていうのをちゃんと説明してあげるから。考え方が怖い。なんで自分の思考なんか入れてないよ俺。だからさっきも言ったじゃん、じゃあもう一回言うよ、生活保護について。もうだから動画見せてもわかんねえんだから。生活保護受けてない、ちょっと待ってね、
じゃあゆっくり行こうか。ゆっくり行こうね。ゆっくり行こう。ちょっと待ってね。行くよ。ゆっくり行くよ。生活保護は日本国民であればどんな人でも受給できる。注意、暴力団に所属している方は受給することができません。ここまで異論あります？はい。ない？生活保護は日本国民であればどんな人でも受給できる。かっこ、暴力団に所属している方は受給できません。はい、ここ、反論ありますか？反論。ある？ないね。次行くよ。生活保護は日本国民であればどんな人でも受けることができます。働ける人も、次、働ける人も健康な人も若い人も住所がない人も親がいる人も生活保護もらえます。健康な人も若い人も住所がない人も親がいる方も生活保護を受けることができます。できるね。憲法で基本的人権って今ちらっと映ったでしょ。方も生活保護を受けることができます。基本的人権ね、憲法で立憲主義、日本国憲法では基本的人権を侵すことのできない永久の権利、11条と97条に記載と定め、権力に縛りをかけてる。 OK、 はい、立憲主義ね。で日本国憲法では基本的人権を侵すことのできない永久の権利、これ憲法に書いてあるんだからね。11条と97条参照。はい、次、住所がない人も受けれます。我々国民ではなく国家です、はい、で今小川さんが喋ったのは憲法を守るのは国民ではなく国家。 OK OK ね。日本国憲法第99条をご覧ください。99条をご覧ください。憲法で9条、日本国憲法の中に入ってるんだからね。日本国憲法第99条、天皇または摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官、その他の公務員はこの憲法を尊重し擁護する義務を負う。国民って書いてないでしょ。はい、次行きます。国家が守らないと、これが立憲主義ね。国民との約束です。憲法は国民との約束。はい、次、生活保護は日本で、生活保護っていうのは日本国憲法第25条、生存権に基づいて制度設計されてます。生存権にで、生存権っていうのは人間が人間らしく生きる権利です。基づいた制度です、うん、ここに、はい、日本国憲法第25条、生存権、すべての国民は健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。ここに書いてある、働けない人はって書いてないでしょね。親がいない人はとか親がいる人はとか書いてないでしょ。すべての国民は健康で文化的な最低限の生活を営む権利を有する。国はすべての生活部面において社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければいけない。はい、次、記載されている通り、国家は私たちを健康で文化的な最低限の生活を保障しなければいけないのです。私たちはで、次、日本国憲法第30条、国民は法律の定めるところにより納税の義務を負う。日本に生まれた時から税金を払っています。納税の義務。買い物をした時には消費税、うん、車を運転すればガソリン税、働いた時には所得税、タバコを買えばタバコ税、お酒を買った時には酒税、税金は別に変なこと言ってないでしょ。みんな払ってるでしょ。強制的に納税しますか。生活保護は、生活保護はなぜか申請しないともらえないの。申請しなければ受け取ることができません。生活保護を受けることは決して悪いことではありません。甘えでも何でもありません。道路や橋、図書館や学校、年金にもたくさんの税金が使われています。これらと同じように生活保護を受け取ることは恥ずかしいことではありません。メディアやマスコミが発表するネガティブなイメージに騙されないでください。私は行政書士の小川祐樹です。市役所で21年、ケースワーカー11年していました。現在は生活保護の正しい知識を伝えるために勤労の義務理解してないでしょ。あなたは
勤労の義務を。もともと原案勤労の権利なの。じゃあなんで罰則規定がないのよ、法律に。だからミケちゃん知らないで言ってるんだって。じゃあなんで罰則規定ないのか答えてよ、ミケちゃん。しています。僕はワドです。過去に4年間生活保護を受給していました。ホームレスになり、ネットカフェや公園で生活をしていました。現在はネットでの活動で生計を立てています。家賃が払えていますか？仕事はありますか？カードローンの返済に困っていませんか？一人で悩んでいませんか？生活保護でお困りの方はこの動画のコメント欄にぜひご相談ください。だから思考回り権利なんか言ってねえじゃん。義務条項もちゃんと載せてるだろ。説明を動画にしています。それはあなたの受け取り方でしょ。していただけると新しい動画をすぐに受け取ることができます。一人で悩まずにコメント欄でご相談ください。主義主張なんか入ってねえだろうがよ。生活保護を活用しましょう。なんかこれのどこに反論があるんだよ。これの言いたいこと3分にまとめてんじゃん。俺は申請が必要ないなんて言ってないよ。申請が必要なのが生活保護ですって言ってるんだよ。申請を取っ払おうなんて一言も言ってないよ。勝手に解釈するなよ。税金は強制的に納税しないといけませんがね、生活保護っていうのは申請しないと受け取れませんよって。だから申請してくださいねっていう、うん、ありがとうハンニバルさん。うん。ふわふわした思考をするやっちゅうが多いからふわっち。なんで勝手に拡大解釈するのかね。何思考回路はって。全部ソースもエビデンスも出して動画にまとめてるじゃん。オレンジジュース美味しい。うん。じゃないの？っていうか、あの、先進国の中で、生活保護みたいな、その、セーフティーネット、国家がやってなかったら税金なんで払うの？みんなは。逆に聞きたいんだけど、反論がある人は。税金の50分の1が恵まれない人に使われてるんだよ。何がいけないの？っていうか先進国どこにでもあるけど、何がそんなに不満なの？だったらなんかアフリカとか行けよって思うんだけど俺。アフリカとか税金払わなくてよくて、なんか部族とかで暮らしちゃいいじゃん。日本ってそういう国なんですけど。ねえ、そんな日本が気に入らないみたいなこと言われたって、俺が作ったわけじゃねえからこの国、うんうん、何混合してるようでは。だから具体的に聞いてあげるから、主義主張を。電話かけてこいっつってんの？なんで電話かけないの？どこがどう違うのか具体的に説明すりゃいいじゃん。俺がなんでベーシックインカム、生活保護っていうのはベーシックインカムの要素が入ってるのか、で、ベーシックインカムいらないのかっていうのは具体的に説明するから。わかる？具体的に説明できるから電話かけておいでって。ミケちゃん。いやだから情報とか知識の問題をさらけ出せばいいじゃん。俺のこと頭悪いって言ってんだから、ベーシックインカムについて、だから知識マウント取ってくれゃいいじゃん。知らないことは知らないって言うよ俺は。で、知ってることは知ってるって言うから。
俺よりベーシックインカム詳しいんだろ？だから教えてくれよ。俺に電話で。マウント取りたいんだろ？だから話そうよ。って言ってんの。知識とか情報がお前はないって言ってんだから。俺少なくともお前よりベーシックインカム相当勉強して俺言ってるから。そうそうそう。俺は自信があるのよ。お前よりもベーシックインカム詳しい自信があるの。まあ、かけておいでよ。どうしたの？生活保護とベーシックインカムの違いについて聞いてみたいよ、俺。話を。そんだけバカだの、アホだの、頭悪いだの、コケにするんだったらな、みんなも聞いてみたくない？いやいや、あなたの意見を聞きたいの。誰かが書いたネットのページの話なんかしてないから。あなたの意見をあなたの声で聞きたいの。そんな誰かがお前のサイトじゃないんだろ。お前が書いた文章なの。誰かが言った意見なんて関係ないよ。あんたが俺のことを頭悪いっつってんだから、あんたの意見を聞きたいんだよ。あんたの、ミケちゃん、どうしたの。何、じゃあ俺が疑問出たらページのサイトの運営者に問い合わせてくださいっていうの。違うよ、俺はあんたが意見として俺の方が頭悪いっつったんだから。あ、そうだよ、もらえるもんはもらっとけっつってんだよ。そう、国に一方的に搾取されてないでもらえるサービスは受け取れって。図書館行ったらタダで情報手に入るでしょって。道路だって自由に使っていいんだよって、人に迷惑かけなければって。だから生活保護だってもらっていいんだよって言ってるわけよ。それでなんで叩かれないといけないんだよ。で、生活保護なくせって言うんだったらあと俺に言うなよ。それ国がもう俺生まれた時からあるんだから。いいよ別に。なんで俺全然自分で知識、必要な知識は蓄えてるもん。わかんない制度設計がいつからあんのか。俺は少なくとも俺が生まれた時からあったはずだよ、生活保護は。ホームレスだった。なんで？
大阪行かないよ。いや大阪行きたいけどね、一回ね、大阪行きたいけどね。たこ焼き食べるでしょ、大阪行ったら。でも銀だこ好きなんだよな、俺。金タコは食べたことない。別に俺病気じゃない人も生活保護もらっていいと思うよ。あ、沖縄行きたいな。沖縄いいとこだよね、楽園だよね。はい、バカありがとう。バカありがとう。生活保護もらう、まあニートはほら親が養ってるからニートだっていうのもあるかもしれないからあれだけど、いや権力者はそう考えないでしょ。要は労働 AI を開発した人たちからすると利権だから、それは怒らないと思うよ、政府が縛らない限りは。だから労働すらもなくなって余計格差が進むと俺は踏んでるかな。まあまあ、シンギュラリティってそういうことでしょ。産業革命の時も同じことがあったろうし、古い仕事がなくなるってことでしょ。だろうね。
ある日 FX で話し完全に ちょっと面白い情報ありがとう、ステファン。エクスパンダが昔から慎吾さんのところにいるのは知ってるんだよね。レジ打ちはもう都内なくなってるよ。オリジン弁当とか、お金を入れるキャッシャーがあって、そこにお金、弁当をやるじゃん。バーコードピッて読むと、表示がされて、お金ジャラジャラって入れると、ボタンピッて押すと、勝手にお釣りが出てくるね。もう今、すでになくなってきてるね。あと、スーパーとかも、バーコードだけ読み取って、買い物かご、レジはキャッシャーだよね。ステファンはプロリスだからね、プロリス。あ、そうなんだ。指サインっていうのがあるんだ。セルフレジみたいなもんかな。万引きのコストよりも人件費の方が高いん。へえ、すごいね。さすが大阪。日本一の都市だね。やべえな、今日の収入1500円だよ、みんな。やばいな。死ぬな、これ。今日は外れ。今日はやばい。6時間配信、6時間半か。6時間半配信して、1000円だよ、1000円、収入。上海すごいんだ。いや、いい話してもダメなんだって。結局、可愛かったりとか、なんつうの。人気商売だから、いい話なんか求めてないんだよ、リスナーは。可愛い、おっぱい揉ませて、とか、美味しいもの食べてね、つって花火投げるから。結局、囲われ勝負でしょ。1万円も稼げねえよ。まいったね。素人のおっぱいに秒で負けるんだよ。生活保護もらえんじゃないの、収入が少なかったら。でも神奈川も東京も中国人だらけで、今生活保護で海外なんか行けないよ。金がないもん。うん、金がない、そもそも。行ってる人とかいないんじゃないの、生活保護で。それどころじゃないでしょ。聞いたことないな、生活保護の人で昨日サイパン行ってきたよとか。昨日韓国でさとか聞いたことないよ。中国人は家境ネットワークが強いよね、やっぱりね。ああ、そうなんだ、海外旅行行ってたんだ。へえ、すごいね。いいな。
羨ましいね。あ、そうなんだ。まあだけど中国も日本以上に少子高齢化来るから、実はもう破産、日本以上の破綻国家なんだけどね。やばいことになるの。あ、もうすごい一気に弾けると思うよ、中国のバブルの弾け方は。総力的には日本の人口とか国土を考えた時に日本人の方が強いんじゃねえかなと思ってるけどね。なんかそのなんつうの、マンパワーがすごいから安く思いっきりね、世界中の請け負いをしただけであって、いやいや、トークより可愛げの方が重要だと思うよ実際。だからダラ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 やってて、ここに座ってポケーっとしてて花火もらった方が得なんだって。何にもしないで一生懸命喋ったりとか、一生懸命そのみんなにね、有意義な知識をとか考える必要なんかないんだよ。ここでポケーっとしてた方が儲かるんだよ。うん、男でもそうじゃん。どうなんだろうね、民族間の問題が分かんねえかんな、国家の。いやだからいいよね、なんか卵味噌みたいにダラダラやるの羨ましいよね。20人ぐらいでさ、卵味噌かわいいとかさ、卵味噌何食べたとかさ、何して普段遊んでるのとか、すげえ楽しそうだよね。疲れちゃった。風呂入ろう。風呂入って出かけよう。じゃあみんな今日の枠終わりにします。ありがとうございました。お疲れ様です。また明日。オツです。